クラレンス・ H、White ・イチ・ホワイトクラレンス・ H ・イチ・ホワイトは、アメリカのピクトリアリスムの写真家、写真に関する教育者。1871年に、オハイオ州に生まれる。当初はむしろ絵を描いていたが、10代後半から20代、前半の間に写真を撮り始め、次第にアマチュア写真家としての名声を博していった。1902年に、アルフレッド・スティー・グリッツ、エドワードス体験。 アルビン・ラング・ダン・コバーン・ラとフォトセセッションを結成。その中心人物として活躍。典型的ピクトリアリースムの代表的な写真家となり、写真界に大きな影響を与えた。その作品は人物写真、風景写真、ヌード写真など多岐にわたる。すでに1907年にはコロンビア大学で写真を教え始めているが、写真教育に専念するため、 1914年にはカール・ストラスにスタジオを引き継ぎ、ニューヨークにて写真学校を開設した。多くの写真家の卵がこの学校に学び、マーガレット・バーク・ホワイト、ポール・アウター・ブリッジ・ジュニア、ラルフ・スタイナー、ローラ・ギルピン、ドリス・ウルマンなどの教え子を輩出した。またドロシア・ラングはコロンビア大学でのホワイトの授業を受講している。写真教育においてホワイトは、 ストレートフォートグラフィ的なものを取り入れつつも、最後までピクトリアリスムを排除することはなかったという、ありがとうございます。